DJ トビーのビーズレディオでございます。なんかトトトントンみたいな、なんかそういう拍手入りましたけども、あれ日本撮り今回なんか日本撮り的になってます。本当にありがとうございます。今回ね、あの山口美和さんからのご紹介で、まんまる小鳥、ポテポテ小鳥、こちらの、素晴らしい日東書院さんから出てる著書、著書本を出されてるね、のこのこさん、はい、お越しいただいてます。こちらのお名前も言っちゃって大丈夫なんですか？はい、大丈夫です。のこのここと、のこのここと、あれ早口言葉になるから、のこのここと、滝口園子さんでよろしいですか？はい、いやいや、今回ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お越しいただきまして。お願いします。早速ですけどね、はい、私、お会いはしたことあるんですけど、はい、あまりこう、のこのこさんのこと詳しくなくて、はい、のこのこさんのこと簡単にこう、はい、ご紹介いただけますでしょうかね。はい、今は羊毛フェルトで、まんまる小鳥とか、まんまるい小鳥とか、あと動物とかも作っているんですけども、はい、はい、はい。はい、あと、羊毛フェルトで、はい。盆栽とかも。盆栽ってあれトビーも実はやったことあって。あ、そうなんですか。はい。あれですよ、本当のこう、ワイヤーから巻いて、こうやってこうやっていくやつを、はい。を、これを、羊毛フェルトで作っちゃったっていう。おー、すごい、羊毛フェルトでできてる、はい。はい、そうなんです。で、そういうの、あと苔玉とかも。苔玉も羊毛で作っちゃうんですか？そうなんです。はい、そういうの。すごい、これって、さすがに伸びては来ないですよね。伸びては来ないです、ね。伸びてきたらこれ心霊現象ですからね。そうですね。怖いですね。すごーい。そうなんだ。あ、これめっちゃ可愛いですよ。これ、はい、乗せさせてもらってもいいですか？あ、そうそうそう。はい。いや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 、そうなんですか、はい。で、そういうの作っております。これって目玉とかってなんでやってるんですか？目玉はね、普段は、普通の刺し目とか、あとボタン型の、はい、プラスチックの目なんですけども、はいはいはい、羊毛フェルト、うん、藍染めの羊毛フェルトっていうのを、藍染め、はい、あれなんか藍染めってもしかして我々もなんか藍染めの商品あったらいいけど、はい、はい、それで、はい、はい、で、藍染めの羊毛フェルトを作ってらっしゃる、はい、北海道の帯広で、うん、藍染めをやってらっしゃる方と知り合いになりまして、はい、でその方に、羊毛を購入しまして、はい、で、ポテポテ小鳥ちゃんを作って、じゃあこれ藍染めなんですか？あ、そうなんです。この小鳥ちゃん、はい、わお、藍染め、あ、よ、藍染め、いえ、すごい答えた。あ、これ今ののこのこさん答えてくれたの、ごめん、ありがとうございます。あ、そうですか、はい、もしかしてこの、はい、そうです、このお目々のところが、まさかの、はい、ちょっといいですか？そうそうそう、これはなんかウッドビーズですか？そうです、ウッドビーズです。あら、我々がナティオさんと一緒に共同開発しちゃった、藍染めのウッドビーズを使っていただいてるみたいですね。いやー、びっくりした。すごい、今日ね、これね、本当に今初めて聞きました。事前に聞いてたらね、このリアクションできなかったかもしれない。ああ、トビーね、意外にそのままの人なんで。お、すげえ。そうなん、すごい、やっぱり。本当だ。いやー、これこういう使い方に、うわー、すげえ。これ皆さんね、ちゃんとブログ載せときますから見といてください。ラジオだと分かんないでしょうから、トビーのリアクションでどれぐらいすごいかだけ理解してください。よろしくお願いします。で、これなんか上にもなんか、そうなんです、王冠みたいなの載ってるけど、これってもしかして、それはスワロフスキーと、マルショーさんですね。あら、ありがとうございます。簡単に八の字編みで、ちなみにちょっとお話戻りますけど、はい、どういう、はい、やはりこう本まで出されるってことは、もともとどういうきっかけで、きっかけはこういう、まあ、羊毛フェルトもそうですけど、こういう手作りって始められたんですか？はい、やっぱり一番最初は、うん、それこそ皆さんが、きっと、皆さんがね、はい、歩いたであろう、やっぱりビーズ、はい、ビーズがすごい流行った。そこからなんですか？そうです、15年、20年前ですね、大体ね。そうですね、20年前。まさこさんが何かこう作ったことがきっかけですごいやっぱ流行ったんですよね。ちょうどその時に、うん、やっぱりママ友的な人からこう教わって、はい、指輪作ったりね。そうです、そうです。今またね、流行ってるんですよ、実は。そうなんですよね、びっくりしました。これね、韓国の椿の花咲く頃みたいなドラマがあって、うん、そこでね、ビーズリンゴがもう大ブームになって、
今 BTS っていう有名な人とかもビーズやってくれてる、男の子たちですよね。そうなんです。だからね、本当にあの、クイーンビーズってビーズね、グワーンって売れて、韓国なんかでもね、ビーズ10倍売れたんですよね、去年なんか。はい、そう、やっぱりいいですよね、ビーズね。で、そっからスタートして、あ、そうなんです。で、ビーズスタートで、あの、まあ普通にブレスレット作ったりとか、はい、あとはあの、こういうクマちゃんみたいな。あら、マルショーで編むクマちゃんみたいな、懐かしの。すごい、こんなのまで作る、え、じゃあ本当にビーズから始まってるんですか。あ、そうなんです。一緒なんですよ。あ、本当だ。うん、もうビーズから始まって、で、だから私も一応ビーズの先生の免許的なものを持ってるんです。お、そうなんですか、すごい。で、そこから転身されて、そうなんですね。その時にポテポテ、うん、そう、ビーズでこういろいろと売ってる時に、あの、うん、フィモのバラっていうのも、フィモってあの粘土の、粘土の、あの薬粘土。あ、そうです、そうです。トビーママは詳しいでしょ。あ、そうです。で、やっぱりその、ね、ビーズ屋さんにやっぱ置いてあって、はい、これを作れるかもしれないとか思って、素晴らしい。で、そのフィモに入って、うん、で作ったんですけど、はい、今一つで、あ、今、ゆうゆう、かわいいじゃないですか。かわいい、かわいい。そう、ちょっとあの、まあ、トビーがかわいいって言っても、なんか、どう、まあ、まあ、そんなおっさんに言われてもみたいなとこあるかもしれないですけど、すごい。ちょっと自分のテイストと合わないなとか思って、はい、で、そしてその粘土が余ったんで、スイーツを作ったんですね。あ、これ、え、今日もしかして、この今までの経緯を説明していただくために、こう、はい、持ってきました。こう来てるんですね。こう来てるんです。これじゃあブロックにこう順番出しときましょうか。はい、で、最後がこの小鳥ちゃんになるんですね。そうなんです。で、それから。はい、で、オーブン粘土でスイーツを作ったりしたんですけども、はいはい、そのオーブン粘土でスイーツを作ってる時、これロールケーキですね。ロールケーキです。はいはいはい。で、その時に、その知り合いのイラストレーターさんが、はい、あの、羊毛フェルトでケーキを作ってる先生がいるみたいよっていうことで、羊毛フェルトに入って。はい。それ何年ぐらい前なんですか。それがね、12年ぐらい前。あ、13年前、はい、そうなんですか。です、石鹸で洗ったりするんでしたっけ。あ、ね、そういうのもあるんですけども、うん、あのウェットタイプって言って、それで石鹸と、はい、あのお湯でこうコシコシしてフェルトとかするんですけども、はい、私はあのニードルって言ってこう刺してチクチクと刺していく、うん、ニードル、あ、フェルティングニードルっていうので、はい、こうザン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 刺してって、指刺しちゃったりすることもあるんですか。あります、あります。あ、本当に、はい、今冗談で言ったことあるんですか。もう平気であの貫通して2箇所から違うみたいな。皆さん、あの、基本的に怖いものじゃないから安心しちゃってくださいね。大丈夫ですよ。本当に大丈夫ですからね。本当に。今ね、ちょっとふざけて聞いてみたら本当にあったっていうことで。え、これ、入ったらもう出てこなくなるとかある？いやいや、それはないんですけど。あ、そうなんですか。はい、痛いみたいな感じです、ね。ものすごい痛いです。あ、じゃあ本当に先がこう、本当に針なんですか？あ、そうなんです。で、返しがついたりしないんですね。返しが。切り込みがあるんですよ。あ、そうなん、ちょっと痛いって感じなんですね。痛い、めっちゃ痛いんですね。あ、でも大丈夫ですからね。安心してください。そうですか。その針とかそういうのって普通のこう道具屋さんから発売されてるんですか。はい、それはですね、うん、あの、私は、一番やっぱおすすめするのがクロバーさんのニードルが一番、はい、やっぱりクロバーさんかー。今度あの企画の責任者の方、あの、なんか、あの、怒ってもらうの待ってますからね。ちゃんと聞いてくださいよ、本当。そうなんですか。そうですね、やっぱり、あの、正式名称なんていう名前なんですか、その針は。クロバーさんのニードルはフェルトパンチャーという名前でした。わお、フェルトパンチャー、みんな覚えてね、はい、フェルトパンチャー、ね、はい、なんかパンチ好きなんですか。好きなのかもしれない。クロバーさんパンチ好きなんですかね、うん、なんか4種類あるんですけど、はい、それ右フックか左フックか。そうですね、いろいろとあるかも。ストレートか、ストレートかそ う, そうなんですか。初心者さんは、スピード針っていう針が使いやすいと思います、うん、スピード、早くできるんですか。そうです。あ、そうですか、はい、のね、このメーカーによってちょっといろいろと違うんですけど、メーカーによって刺さる痛さが違うとか、そういうのはないですね。だからめったに刺さないから大丈夫ですよ。で、それと、はい、その、あの、こうふわふわになったフェルトを、ふわふわ、うん、でもなんかこれって、はい、いろんな色がこう上手に混じり合ってくる、はい、そこがやっぱりこうテクニックなんでしょうか。はい、そうですね、一応クロバーさんだと70色あるんで。70色、はい、そうなんですね、はい、すごい。じゃあこれきっかけは、じゃあその、あ、そうですね、ロールケーキをフェルトで作ってる方いらっしゃるよっていうのを聞いて、はいはい、じゃあやってみる。最初ってなんか本とか見て始めるんですか。それは最初ちょうどその、あの、作ってた方が、うん、あのキットを出されるっていうので、作ってた、あ、その方が、その羊毛フェルトでスイーツを作ってる大御所様がいらっしゃるわけです。はいはい。で、その方のキットがちょうど発売になるっていう、ちょうどその時で、うん、で、そのキットを買って、ちょっと作ってみたり。
じゃあのこのこ買ってみる的な、そういうことですか。のこのこキット買ってみるみたいな、はいはいはい、すごい。そっから、はい、こう著書本まで行かれて本が売れてるって素晴らしいですね。本当に。いや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 、すいません、なんかそののこのこ買ってみるみたいなこと言っちゃってごめんなさい。そっからスタート、でも皆さんでもそうですよね、うん、なんかやっぱりそっからスタートして、うんうんうん、で地道な努力を積み重ね、やっぱり夢のこう本までたどり着くと。これちなみにその道のりの中に、はい、いつか本出してやるぞみたいな夢ってやっぱあったんですか。すごい出したかったんですけど、はい、結構もう羊毛フェルトで本出されてる方が多かったので、はい、まあ無理かなと思ってたんですけど、はい、なんかこう流れがあって、やっぱり大事なことってその夢をしっかり持ち続けることなのかもしれないです ね。皆さんビーズの本もね出されたいって思いがある方は、必ずその夢をねずっと持ち続けて、私もねこれいつか FM のあのキー局で、キー局っていうの、そういうのでこのビーズラジオやるってことを目的でずっとやり続けますから、応援してくださいね。本当によろしくお願いします。え、ゲストに呼んで、その時はもうもちろんあの呼びますから、よろしくお願いします。いつかなんかハンドメイドのね、なんかそういう総合ラジオみたいなできたら面白いですよね、うんうん、これなんかね逆にね見えないことが面白かったです、うんうん、あとはこれをね、うん、なんかそういうライブで同時に映すとか、うん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 、そういうのがあってもなんかいいかな、うんうん、もうそのラジオの構想は実はまあちょっと結構前から思ってて、 こっちではなんか こうラジオで放送してることをイメージしてるけど、うん、こっちではなんか本当のリアルが流れてて、うん、いやいやこの解釈がすごい違うみたいなのをやってみたら面白いかなと思って、それからパンチみたいな話もねパンチパンチパンチっていうのにこっちではなんかすごい普通にこうなってるとか、やりますよやりますよ、そういうのがなんかね行われだしたら面白いなと思ってて、いやでも本当にこれ、え、じゃあもうこういうものにこう、はい、やっぱりこうポテポテ小鳥っていうのを作ろうと思ったのは何年ぐらい前ですか。あ、そのスイーツを最初作ったりもしてたんですけども、うん、はい、あのちょっと自分のキャラクターなものが欲しかったんですね、すごく。あ、マイキャラクター、はい、マイキャラクターが、はい、それでちょっといろんなものを、ウォルト・ディズニーを目指してると思う。いや、いいですねもしかしてポテポテ小鳥ランドですねそうなんです。で、そのキャラクターを考えてるうちに、はい、ちょっとどうしようかな、いろいろちょっとをこう曲折いろいろあって、まあ、あの身近な小鳥を作ってみたいなと思って、最初そのまん丸い小鳥を作った。すごい。あ、そっか、でもポテポテ小鳥、まん丸小鳥ですけど、これ、はい、鳥じゃない子もいたりするんですか。あ、ね、この本にはもう鳥しか出してないんですけども、はい、あのほら、あ、そう、これチンチラなんです。これチンチラって鳥じゃないですよね、うん、猫、ネズミさん、ネズミ、ネズミ、え、チンチラってネズミなんですか。そうなんです。そうなんですね、はい、うちあのいやいやいや、チンチラとデグーっていうネズミを飼ってまして、はい、でその子たちを作ったりと。そうですか、はい、でもなんかそうやってなんか夢を叶えていくってなんかすごい楽しいですね。楽しいですね。普段なんかそういう、こう、はい、本を出されること以外にも活動はされてるんですか。はい、普段は毎月第3水曜日の、うん、はい、午後の、18時半から、はい、水道橋、夕方ですね、夜ですね、はいはい、もうね、あの水道橋にある、うん、あの防具学園の東京校で、はい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 、あの講座があります。え、そういう時間、防具学園さんってそんな時間から始まる講座があるんですか。そうなんですよ。そうだ、仕事終わりにおいでみたいな。そうなんです。そっか、そうなんですね。夜間あって、で、あともう一つはあの、はい、サンフェルトっていうフェルトの、あ、はいはい、わかります、サンフェルトさん、はい、あの浅草橋っていうか寿町だっけな、 あ、 そうです、あっちの方で、はいはい、あの田原町 の、うん、あの銀座線の田原町って駅から徒歩2分ぐらいなんですけど、はいはい、そこでも月2回あの、ワークショップやってます。それって誰でも参加できるんですか。大丈夫です。なんあの どっかで、はい、あ、どっかで見れるんですかね、はい、さっきのこれか、はい、そうですね、あの皆さんこれちゃんと乗っけときますから見てくださいね一応ね、こうラジオしか聞けない人のために私言っときますね。ノコノコフェルト .com ノコノコフェルト .com ドットコムはすごい混むことじゃないですからね。ドットコムですからね。てか普通に女の子。ああ、ごめんなさい。ノコノコフェルトドットコムですね。はい。はい、あのね、わかりにくかったね。ひらがなでまんまる小鳥で、はい、あの検索すると一発で出ます。あ、本当だ。あ、これも作ったんですか。え、はい、こういうデザインもお得意なんですか。あ、はい、元がそれなので。え、あ、元々デザイナーなので、元々がデザイナーさんなんですか、はい、こういう
紙系 のイラストとか。あ、そうなんですか。あ、じゃあそれをお仕事にされてたんですね。そうなんです。元結局結婚する前はそれで仕事してて、はい、すごい。じゃあイラストレーターとかそういうの使ってやるわけですか。イラストレーターとかね、うん、使う前だったんです。あ、そうなんですね。とても古いんです。だから、いやいや、そんなもう、そんなもう僕一個上の姉さんぐらいの。ありがとうございます。あ、そうなんですか。うまいな。いやいや、そんなトビーはそんな全然うまくないんだもん。あ、そうなんですか。昔の懐かしい。いや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 、カラス口で弾いてたという。ここでそこも似てるんですよ。あ、そうなんですか。ここで連続でだから皆さん登場。ちょいちょい。ちょいちょい登場。いっぱい出てますけど。そうなんですね。ですよ、うん、そうなんですね、うん。いや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 。でもなんかこれからの手芸業界とか、まあ、うん、もちろんですけど、はい、一番はこう羊毛フェルト業界ってどうなっていきそうな感じなんですか。そうですね。やっぱり。もっとやっぱり今はまだ やっとこう認知されてきた、はい、あ、こうやってやるのねって、あのチクチクの仕方をするよ、はいはい、だからそれをもっともっとやっぱりもう一般の方にも分かっていただきたいですし、はい、もっとやっぱりこうなんだろうな、難しいからとかって思わないで、はい、うん、もっとみんな簡単にやっていただきたいなと。私もね、実はね、あの中国とかのホビーショーみたいなのにもちょっと見に行ったことがあって、はいはい、中国なんかでも今羊毛フェルトって、うん、ちょっと人気が出てきてるのかなと思っていて、台湾ね、そうですね。この本が台湾で、そうなんです。台湾版になってます。そうなんですね。はい、まんまる小鳥、ポテポテ小鳥、台湾版に、はい、うん、なってます。素晴らしいじゃないですか。台湾版になったことだともしかしたら中国にも入ってくるのかもしれないですね。はい、いやいやいや、もうじゃあ世界で活躍するありがたいですね。のこのこさんにも、はい、13年前は、ある大御所先生のキットを買ってみたから。はい、今があるっていうのはやっぱり素晴らしい、うん、そうやってね、皆さん夢を持ってハンドメイドを頑張りましょう。ビーズ業界もそうやって活性化していけばいいなと思います。トビーもね、皆さんのことを応援したいと思います。あとね、当然ですけどのこのこさんもね、ゲストで出ていただいたので、これからののこのこさんの活躍を楽しみにしております。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。本当に今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。それではまた DJ トビーのビーズラジオでお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。